You are watching E-Kids TV! Today again, we're gonna do selfies. 今日も三脚なしで、セルフィーでいきます。2回目かな、セルフィーバージョン。Okay, today's sentence. Let's take a look. Repeat after me. I am looking forward to seeing you. ポイントは、意味からいきましょう。会えるの楽しみにしてますっていう意味です。こうやって見ると簡単なんでね、 I am looking で見てますと、どこを見てんの？ forward to 前の方を見てますよと。もう早くやりたいから、それを何をやりたいの？ seeing you、 あなたに会うことをやりたいから、ずっと前を見てますよ。要するに早く会いたいですっていう意味ですね。で、ここでのポイントはもう一つだけ。ここの to の後を、日本人はもちろんヨーロッパ人の人でも結構多いです。ここを ING にしないで To see you Don't repeat after me。 間違った英語は言わないでくださいね。 ING つけない人が多いです。 To プラス動詞の原型っていうのが頭にすり込まれているので、ここ原型を置きたくなるんですけれども、ここは I am looking forward to 何を楽しみにしているの？名詞が入るところなんですね。例えば The concert、 そのコンサート楽しみにしてますなんて言うと、とても分かりやすいです。もしくは Looking forward to your class、 クラス楽しみにしてますなんて言ってくれたら、豊先生嬉しいです。名詞が入るので ING をつけて動名詞にしてるんですね。 Alright, one more time。 早くあなたに会いたいです。 Repeat after me。 I am looking forward toSeeing you. Right. I'm looking forward to seeing you. Today's sentence. 頑張ってお勉強してください。 Thanks for watching. E-Kids TV.